どうも、西村慎也です。西子ダッシュチャンネル。今回はカレーロード第4弾ということでですね、まずはこのカレーにまつわる話というか、僕らバンドシュノーケルというのをやってるんですけども、メジャー第2弾のシングル波風サテライトという曲がですね、アニメのナルトのオープニングテーマに使っていただきまして、まあそれが2006年とかに発売した CD なので、もう 14、5 年経ってはいるんですけども、未だにですね、結構そのナルトがやっぱ世界中で大人気で、結構海外のアニメフェスに呼んでいただく機会が多くてですね、ブラジルとか3回ライブしに行ってたり、チリにも行ったり、台湾、中国とかいろいろこう行かせていただいてるんですけども、中でもそのね、ブラジル3回も行ってて、アニメフレンズというイベントがあって、今年ちょっとねコロナの影響で開催できなくなってしまったんですが、僕らそのアニメフレンズのテーマ曲を歌わせていただいてたりとかですね、日本の漫画をポルトガル語に、向こうの母国語に訳して漫画を出版しているニューポップっていう会社があって、僕らの復活第3弾のニューポップっていうアルバムもですね、そのニューポップさんが何か僕らの会社のテーマ曲を作ってくださいということで、そのニューポップという曲が生まれまして、もうアルバムタイトルにまでなって、いろんなところで演奏させていただいてるんですけども、残念ながらね、今年はアニメフレンズがちょっとコロナの影響で開催されないんですけども、前回行ったのが去年の7月でして、2019年7月ブラジル行った際にいろんなお店行った時にですね、ダイソーが普通に日本のダイソーが100均が、まあ、向こうで言うとこの何金かわかんないですけどあったんですよ。でそこでいろいろこう買い物をしてた時にふと目に留まったのがありまして、それがね、ちょっと今回食べるカレーなんですけども、今回はなんとダブルでいきたいと思います。ブラジルのダイソーで買ったレトルトカレー、じゃじゃん。一つはですね、カレー専門店のジャワ風カレーキーマって書いてますね、と、もう一つがカレー専門店のインド風チキンカレー、チキンって書いてますね。中辛。これも中辛。これがね、ブラジルに売ってたんですよ。これだけ見るとね、ちょっとブラジルで買った感あんまないと思うんですけど、裏を見るとですね、こんな感じで、ポルトガル語でいろいろこう説明が、内容量とか多分書いてあると思うんですけど、これブラジルのダイソーで買いました。今回ちょっとね、いつもの恒例の読むコーナーがちょっと一応やってみますか。ちょっと裏面読んでみますね。ひき肉とインゲン豆とマッシュルームのカレー、はい、っていう特にこういうなんか言われがあってどうこうみたいなのは書いてないんですよ。こっちどうでしょうね。こっち一応読んでみましょうか。鶏肉とガラムマサラを使用したスパイシーなカレー。まあそうですよね同じ種類の味違いなんで、まあ裏は本当にシンプルなもんです。こんな感じとこんな感じで、特にどこさんのどうこうみたいなことを書いてないです。だからこれ多分ね、一応ブラジルで買いましたけど、メイドイン日本じゃ日本だと思うんですけど、あんま僕日本でこれこのパッケージ見たことなくて、もしかしたら普通に売ってるよってなるかもしれないんですけど、一応これブラジルで正真正銘買ったレトルトカレー、これを2種合いがけで各種味わいつつ混ぜたりしながら味わいたいと思います。で今回から毎回やってたレトルトカレーを温めるキッチンのシーンなんですけど、ちょっともういらないかなということでですね、あ、ちょっと時間違うんだな。3分から5分とこっちはちょっと隠れてるけど4分から6分。はい。まあ5分。どっちも5分温めればまあ間違いないだろうということで。5分後はい。というわけでですね、戻ってまいりました。まずはカレー専門店のインド風チキンカレー。おー。なるほど、なるほど。はい。そして、
今度はジャワ風カレーいきます。おー、やっぱ色違う。ジャワ風カレーの方がだいぶ赤い感じ。手にパセリを振りかけまして、ちょっとルーの量すごいな。こんな感じの仕上がりになりました。先にチキンカレーの方からいただいてみたいと思います。こんな感じ、いただきます。普通にめちゃめちゃうまい。レトルトカレーいろいろ値段ってこうピンキリなんですけど、これダイソーで売ってるカレーでこのレベルすごいな。これめちゃめちゃうまいんですけど全然ブラジル人に合わせた味とかでもなく、もしかしたらブラジルに住んでる日本人にこの味どうっていう感じに作ったカレーなのかもしれない。いや、チキンカレーうま。うん、結構チキン歯ごたえある感じです。あと人参とかジャガイモとかが結構細かく刻んで入ってる感じで、子供でも食べやすい。うまいなぁ。このジャワカレーの方行ってみたいと思います。色はちょっと違います。うん、全然違う。なんだろうこれ、ケチャップ強めっぽい味合ってるかな。確かめようがないんですよね、ポルトガル語だからね。でもなんかパッと思い浮かぶ味はケチャップカレーみたいなディスってるわけじゃないですよ。まあ多少ハヤシライスに近いかも。ジャワカレーの方はマッシュルームが入ってます。マッシュルームがまたいい感じの食感を、どっちもね、辛さがちょうどいい感じの辛さですね。どっちもうまい。個人的にはまあチキンカレーの方が好みかなというぐらいで、でこの2種相掛けするとやっぱどうしてもね、この2つの味を混ぜたくなるんですよ。今回は結構関連ある、まあ、違う2種のカレーですけど、意外と何も考えずに全く関係ない2つのカレーご飯に両方かけてみて混ぜてくるとね、本当にね、今んとこ失敗したことないんですよね。チキンカレーとジャワカレーは果たして、うん、超わかりづらいけどちょうど間ぐらいの色になってる気がする。いただきます。うまい。味のまろやかさがね、この2つを混ぜることによってすんごい増します。これもう2つ混ぜて売った方がいいんじゃないってぐらい美味しい。もう一回混ぜてからというものをチキンカレーだけとかジャワカレーだけでもう食べてないですね。もう全部合いがけの合い混ぜで行こうとしてる。普通にチキンカレーの方にもマッシュルーム入っててほしいと思っちゃうもんな。これどっちも勝負し合わないというかね、いい感じにどっちの良さもぶつからない感じで美味しいな。これ全混ぜ中です。逆に混ざってないとこがあるのがちょっと嫌になってきた。まあ、もし日本に売ってたとしたら皆さんぜひ合いがけで混ぜて試してほしい。というわけでですね、あ、なんか結構体ポカポカしてきた。いい感じに今口の中もスパイシーな感じになっておりますが、完食いたしました。このどっちも中辛だったんですけど、中辛っていう基準もこの日本人に合わせたものなのか、このブラジル人に合わせたものなのか分かんなかったんですけど、これ多分日本人で辛いの苦手っていう人も普通に食べて大丈夫な辛さの中辛ですね。変わんない。だからあれですね、ブラジルで買ったけどこれ世界中で売ってる可能性あるね。別にどこを基準にしてるとかないのかもしれない。4回目にして初の箱パッケージがない。今回はブラジルで買ったカレー専門店のインド風チキンカリーとカレー専門店のジャワ風カレーでした。ありがとうございました。